2部に移りたいと思います。それではね、先ほどこのアナウンスいたしましたように、働き応援に移りたいと思います。午前中ね、第1部の方で、踊った順番でチームごと出てまいります。時間としては20分くらいあるのかな、 10分弱がございますのでね、たっぷりと畑下さんのね共演を見ていただきたいと思います。はい、それではまず第、一発目の方はですね、このクリスマスよさこいダンスインハスダ、この回をね、切り盛りしております課長フゲスの、M でございますので、よろしくお願いいたします。
原翔太の畑の M でございました。はい、それではね、続きまして2曲目に移りたいと思います。2曲目トップバッター、わだちじゃないですね。わだちじゃないんですか。違います。花鳥風月入ります。はい、花鳥風月入ります。お願いいたします。はい、今度はお高い注目してで花火注目してください。よろしくお願いします。Thank you.
が終わりましたが、そのまま旗を振っていただき、続きましての曲もそのままいっちゃってください。よろしくお願いいたします。音響さん、そのままどうぞ。こちらの旗はね、非常に、シンプル、そしてかつね力強い、よさこいラバーズ長期間、入っております。はい、音響さん、迷わずにどんどん行ってください。よろしくお願いいたします。拍手が、一つのね、大きな音楽となっておりますが、音響さんまだですか？僕はどんどん煽りますよ、ね、音が始まらないと終わりにできないので、皆さんずっと振っていただくことになりますから、いいですか？アンコアンド力強いですね。そしてこの、旗にもね、大喜利の名前の通り桜がしっかりと描かれております。やはりね、星ヶ谷というのはね、レイクタウンというでかいね、トークイベントがあるのはね、人口も多い、そして他のがいっぱい持っているのが同じく早期の佐藤です。よろしくお願いします。
た昭和恋人友達、アッキーです。お願いします。ポカレン、春日部、斉藤、かっちゃんと呼ばれてます。よろしくお願いします。今日はキララ翔からの応援として来てるので、本当はフェアルチームのキララ翔からの応援で来ました。ホセと言います。よろしくお願いします。地元白岡、ソーラン白岡の長島です。よろしくお願いします。ありがとうございます。バラピコラ、小柳組のゆうやです。よろしくお願いします。おさこい大喜利の坂田です。かっちゃんです。よさこい大喜利の関口です。これはうちの四男坊です。よろしくお願いします。歌舞伎の勝間です。よろしくお願いします。ね、皆さん見ての通り、普段こんなにねマイク向けられることないんでね、すっごいおとなしいんですけど、多分ものすごい緊張してます。普段マイク持つことないのでね、でもね、旗の M となればあれだけ男のように男のね勇ましさを見せてくれる旗の M の皆でございました。それではまたもう一度大きな拍手で歌っていただきましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。それではね、続きまして第2部、踊りの方に行きたいと思います。